し訳ございませんでした。どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ということで、いやこんな嬉しそうにしちゃダメですよ。こんな嬉しそうにしたらもう怒られちゃう、もう炎上しちゃうんでね、本当に。この度はもう悲しい、この度はもっとね、いやもっと強いスパーキーデッキが完成してしまいました。いやなんかね、5日前ぐらいに新スパーキーデッキが強いみたいな感じで僕公開したんですよ。確かね、もともとガーゴイルとガゴムネで結構ガゴガゴデッキだったんですよ。ただしね、今迫撃砲デッキがマルチでめちゃめちゃ流行ってて、迫撃砲ってロケットと矢の雨絶対入ってるんですよ。だから勝てないのよね。単純に勝てなくなっちゃったんで、ガーゴイルのところをメガゴとパルチェを入れたんですよ。でその2枚入れてイエーイみたいな感じでやってたんですけれどもね、もっともっと強い、もっと安定して戦えるスパーキーデッキ、こちらでございます。さあ、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、普通に紹介していくんですけども、まあ、ジャイスパですよ。まあ、キヨスパの基本はやっぱジャイスパでいきたいんで。で、こちらですね。今回、もうこれもう多分、僕このデッキで、もう50戦、100戦、100戦は100戦はしてないわ。まあ、50戦ぐらいはしてると思うんで、現環境はこれで確定でいきたいと思ってます。やっぱね、相手矢の雨持ってるじゃないですか。矢の雨使わせとこっていう感じで、まあ、使ったら使ったで、別に相手も矢の雨3コストで、こっちも3コストなんで、そんななんか有利不利が決まらないんで、まあ、とりあえず入れときました。やっぱね、ジャイガゴが強いんすよ。で、あのジャイスパカゴもクソ強いんすよね。それがね、やっぱね、忘れられなかった。で、こちらファルチェのところだったんですけど、今回エレベズにしました。で、これもマジで決定ですから。でね、このデッキ、もともとガゴガゴだった時は、相手がね、インドラとか、まあ、インフェルノタワーとか持ってても、なんとかゴリ押しできたんすよ。ターゲットをうまいことガーゴイルに合わせて、うまいことぶち込めたんですけど、ガゴガゴじゃなくなった今、やっぱインドラとインフェルノタワーっていうか、マジで止められなかったんすよ。で、もうそこで登場したのがエレクトロウィザードちゃん。もう今まで大嫌いだったけどね、今までスパーキーをすぐエレクトローンとか言ってさ、すぐ亡き者にしてきたから、もうめっちゃ腹立ってたんですけど、大好き、もういきなり大好きになっちゃいました。これね、エレウビズ強いところは、まあ、空も攻撃できるんですよ。だからバルーンとかも止められますし、あとはもうインフェルノタワー対策、インフェルノドラゴン対策っていうのができるって言ってて、マジで強い。で、前のでも多分紹介されてたと思うんですけれども、今回オーブンがもうマジでスタメン出場、ありがとうございます。オーブンスタメン出場することによって、やっぱ相手の空系のカードだったりとか、細かい系を結構粉砕できるというか、相手が戦いづらいんですよね、単純に。細かい系で防衛したいのに、ファイアースピリット飛んでくるから、防衛できないみたいな感じで、結構相手にストレス与えられるんじゃないかなっていうカードで、この1枚採用しました。で、あとはまあ縦線とトルネードとヤノメって、まあいつもの感じですね。ということで、やばいよ。ちょっと待って、キヨキヨさ、今さ、めっちゃ真面目に語ってたでしょ。トッププレイヤーみたいな感じでさ、語っちゃってたでしょ。すいません。しゃしゃりました。すいません。いや、結構ね、キヨスパデッキに関しては、スパーキーデッキに関しては、もうめちゃめちゃね、思いを入れて、もう本当に現環境に合わせたデッキをね、こう自己流で模索していきたいなと思ってるんで、ちょっとガチめな、真面目な動画になっちゃいましたけれども、今回こちらで、マルチで実際に強いのか戦ってきたと思います。さあ、いきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、同格です。いやいや、何を言ってるんですか。同格です。怒られるぞ、怒られるぞ、よろしく。さあ、これどうしようかな。まずは、初手ジャイでもいいんです。やだ、相手メガゴはやだよ、ほんとメガゴは空系、うわ、やばい。よし、これ OK、これ美味しい、これよろしく。空系がね、手札にエレミツとガゴがないときに、空系来られるとマジ終わるっていう、ちょっと、終わるジンクスみたいなのあるんでね。ジンクスじゃないけど。さあ、ここは結構いい感じなんじゃないか。さあ、ジャイ・エレウィズ・スパーキー。さあ、これがね、本当に嫌なんですよ。うわ、相手うまいな。これうまい。さあ、なんか相手、なんか、細かい系来るでしょ。え、来んの？来んの？あー、オケマル、オケマル、オケマル。これオケマルさ。こういう、ほら、相手さ、ババで結構防衛してきたりするじゃないですか。それも安心なんです。オケ丸。これ、完璧なオケ丸なんですよ。実はこうやってやることで、相手にバーバリアンでの防衛も、もうしづらくしていくっていうね。もう、ほんと、うわ、相手も来た。やべ、これ大丈夫、これ大丈夫、相手の。これ結構まずい。入っちゃったか。まあ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 、ここでちょっと今回ちょっと攻めていきたいですね。よし、オッケーオッケー。で、ジャイガゴ、このジャイガゴの形がすごい強いんですよね。オッケーオッケー。ほら、これ。わあ。うまいね。こっちやるなってとこやるな。やるな。やるな。いや、違う。やるな。やるな。もう、諦めてっていうことをちょっとアピールしたいから。やるな。どうしましょうかね。ちょ、右を、多分防衛スパーキーでいきます。多分相手ロイジャイ出してくると思うんで、防衛スパーキーよろしく。さあ、防衛スパーキーよろしく。で、
ワンチャンね、こうオーブンでも戦っていきたいんですよ。こう、わ、マジでマジで、ええ、それちょっとおしゃれじゃない？ちょっとそれちょっと若干おしゃれ説ありますけども、それはおしゃれ。さあ、相手ババで囲んでくると思うんですよね。さくりゅうくるくる、さあここはアーチャー巻き込みつつ、巻き込みわ、わき、オーケーオーケー、ダウンいくでしょ、ダウンいくでしょ、ダウンきた、ダウンきた、オーケー。そしてちょっともう右は残り1分しかないんで、あとはもう右を全力で落としに行くっていう段階に行きたいと思います。オーケー丸、これマジオーブン最強なんですけど、マジでオッケーオッケー、これは完全なオーケー丸、よろしく、オーケー丸よろしく。オーケー丸ってスタンプ前ないの、まだまだもう欲しいよ。オーケーオーケー丸、これ圧倒的なオーケー丸テクノロジー。よしで、攻め取るねをどこで使うかっていうのがすげえ重要だと思うんで、ここで普通はうるさい、やばいやばいやばい、これミスリ案件、ミスリ事件簿ね、これで多分ロイジャイ出てくるんで、もうそろそろロイジャイ来ますよ。ロイジャイ来たー、やばい。もう最近ね、もうデッキ読めるようになってきたんですよ。別に別にカッコつけてるだけですけどねそんな読めてないですけど、なんかある程度、あ、こいつここでもう出してくるなみたいなパターンを読んでやることがスパーキーデッキではできるようになってきました。やっとね、やっとね。さあ、ここ多分まあ間違いなくライトニングと、これババ切ります。ババ、ババ切る、多分ここでババ切るんで、ババババババー、え、ババ最後ババ出てなかったけどドヤ顔でさ、ババ来るババ来るとか言ってさ、相手のなんかプレイングを読むっていうちょっとトッププレイヤーっぽくしたけども最後大外しだけど、まあ刺さったんでね、よかったと思います。ちょっと見直したでしょ、もうちょっとこれもキヨキヨのもう女性ファン増えちゃったんじゃないの。キヨキヨのね、ほんと女性視聴者さんすごい少ないんでね。それでは2戦目いきたいと思います。ジャキン、よし、いきたいと思います。さあこれ、出た出た出た、ノバ。もうさ、ノバっていう名前、まさかって言ってくれてる、まさか。もうノバっていう人めっちゃ強いから、僕ね、もうほんとね、ちょっとね怖いさあ、相手がなんか出してきたら防衛スパーキー出したら、僕めっちゃめっちゃこの人スタンプ送ってくるの。じゃあ一旦手線で立て、回します、手札を。で、おお、来た。こういう時にね、オーブンがまた強いんですよ。ほら、なんだかんだ、ほらめっちゃ守れるんですよ、これ4コストのくせに。あ、4コストというか、大砲とかってこうホグを攻撃してくれるじゃないですか。なのに攻撃をそのファイスピでしかできないのに、めっちゃねダメージ与えてくれるっていうのが優秀ってさ、なんかすげえ紙吹雪くれるんだけど。さあ、ここはやべ、これヤバタン事件簿、これヤバタン事件簿、これヤバタン、やば、うわ、これヤバタンじゃん、ほら、うわー、これヤバタン。え、相手何デッキ、マジでやばいやばいやばい、危ない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 、今斧がこう戻ってきたタイミングでこう、あ、待って、これいいよこれいいよ、これガゴは入るんじゃない、ガゴ入りそうだよこれ。あー、そんな、うわ、やばい、今相手に指定られてる。さあ、ホグ来るか、ホグ来るか、ちょっとこう守って、まあちょっと今トレンド一回進みますか。ただ今手札結構腐っちゃってるんで、どうしましょうかね。ちょっと一旦縦線でちょっとこう一旦ちょっと防衛するふりして、でもダメージ的には僕の方がリードしてますからね、謎に謎にね。ここはちょっとオーブン、あー、オーブン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 すり抜けた、怒ってる怒ってる、あれちょっと感情表現がちょっと激しいですよ。うわ、来た、マジか。これはね、これはどうしたもんかね。でもこれは一旦もう完全に防衛できちゃうんで、よろしくザウルス。さあ、行きたいと思います。さあ、ここで相手のファルチをちゃんとジャイでターゲット取っていきたいですね。相手ロケットとか持ってないでしょ。オッケーオッケーオッケー、じゃあファルチ来てる、ここね、ここ攻め取るんですね。あー、ライトニング間に合う、相手やべ、オッケー、これオケ丸。さあ、オケ丸、オケ丸応援隊からの、さあ、ジャイガゴ、そしてオーブンを添えて、オーブンを添えて、さあ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 、頼む、オーブン添えて、添えさせて、添えさせて、添えじま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 ックス、よしよしよし、そしてそして、まさか、おお、まさか、ね、ちょっとこれ防衛スパーキー出します、よろしく、防衛スパーキー。やっぱスパーキーここに出しておくと、結構相手ね、おお、相手やっぱホグ出しづらくなるんで、完全に。なんでちょっと僕はもう右を攻めていきたいと思います。で、スパーキーがのこ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 してるんで、まずね、相手諦めた説、これ相手諦めた説ありますよ。あざすあざす。いや、でもね、おー、相手諦めてない、全然諦めてない。やっぱ諦めさせるっていうのも実力のうちだと思うんですよ。やっぱりこう戦意喪失させるっていうかね、そういうのが重要だと思うんで、思うんで、思うんで、センキュー。
いや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 、最強やがな。いや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 、女性ファン増えない、増えない増えない。いやでもさ、やっぱ安定してる。まあ今回ね、まあ、相手インフェルノタワーとかインフェルノドラゴン入れてなかったんで、ちょっとこのエルビスの強さをね、めっちゃ強いよっていうことができなかったんですけれども、やっぱりガーゴイルが強いっすわ。やっぱこうガゴスパとかジャイガゴスパっていうのがめちゃめちゃ強いんで、本当にこれ安定してる、現環境ですげー安定してね戦えるデッキだと思いますんで、ぜひとも皆さん使ってみてください。まだチャンネル登録お済みじゃないかと、ぜひともこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけますと、最新の動画の通知登録がいて見やすくなるかと思いますのでね、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちしております。そしてこちらおすすめ動画2本ありますんで、まだ見てない方はぜひとも見てみてください。ということで、みんなご視聴